皆さんこんにちは。お元気ですか？今日は久しぶりに地下鉄に乗って家族との外出です。オペラのジュンク堂に寄って子供に漫画を買った後、今ギャラリーラファエットに向かっています。以前オペラの動画を上げたことがありましたが、その時はお店もほとんど閉まっており、天気もあまり良くなかったですが、今日は雲の切れ目から青空も覗いているので、歩いていてとても気持ちがいいです。正面のカフェ、カフェドラペも営業を再開しています。このカフェはナポレオン3世の時代、1862年に開業した古い歴史のあるカフェです。ビクトル・ユゴーやオスカー・ワイルドなどの著名人も出入りしていたカフェということです。オペラ座の名前で有名なこちらのオペラ・ガルニエはナポレオンの命で建設され、建設者シャルル・ガルニエにちなんでその名前が付けられたそうです。ギャラリーラファイエットには本館のほかにメンズ館、そしてグルメ館があります。クリスマス時期になるとこのショーウィンドウもきれいに彩られるので、そちらもおすすめです。そういえばフランス語の単語で1階はプレミエータージュと言いますが、実はこの単語を使うと2階のことを指してしまうんです。フランスで1階のことを言いたいときはレドショセーと言ってみてください。店内を見ながら最上階へ向かっています。今日このギャラリーラファイエットに来たのは買い物をするためではなくて、あるものを見にやってきました。皆さんの中にはもうこちらに来たことがある方もいるかと思いますが、僕のおすすめの場所です。このギャラリーラファイエット本館の屋上からは
パリの景色を眺めることができます。このグルメ館はいろいろなシェフのスイーツを一度に見て選べるので、お菓子好きの方にはおすすめです。スイーツの他にもキャビアやフォアグラ、スモークサーモンに見た目の綺麗な美味しそうな惣菜なんかも売っていたりします。グルメ館の2階にはワインが売っていたり、他にも食器やキャンドル、そして地下は聖戦も売っていたりします。エッフェル塔の形をした菓子パンにいちごのショートケーキなんかもありました。このお店でエクレアを買っていこうと思います。見ているとどれも美味しそうです。もう少しいろいろ見たかったのですが、お昼時で息子がお腹を空かせてぐずり出したので、ご飯を食べに行きたいと思います。以前来た時は人の気配もほとんどありませんでしたが、今日は賑やかな雰囲気に少しほっとしました。このサンタヌ通りにはお寿司屋さん、ラーメン屋さん、そして定食屋さんからお好み焼き屋さんなどいろいろあります。こちらのお店は昔からやっているお店で、いつも来るたびに列ができています。メニューはこんな感じで、ラーメン以外の料理も出しているみたいです。Thank you.
お昼ご飯も終え、子供の機嫌も治り、今から帰宅します。そういえば子供に漫画を買いましたが、オペラに来るといつも買ってる気がします。今日買ってきたのはエクレアの専門店レクレール・ドゥ・ジェニのエクレアです。オーナーシェフのクリストフ・アダンのエクレアは味はもちろんのこと、見た目もとても綺麗です。エクレアを半分に切ると中にはしっかりとチョコレートクリームが詰まっています。それではボナペティ。個人的にはこのキャラメル味のエクレアがおすすめです。こちらは夏ということでスイカ風味のエクレアでした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画いかがだったでしょうか。過去の動画も合わせてご覧になってみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。アビアントー。